STS-84 はアトランティスを用いてミールを訪れた有人宇宙飛行ミッションである。STS-84 はスペースシャトルとミールの6回目のドッキングミッションであり、スペースシャトルとミールの9回のドッキングと7人のアメリカ人宇宙飛行士のミールへの滞在を予定するシャトルミール計画の一環として行われた。これ以前のシャトルミール計画のミッションは、 STS-71、STS-74、STS-76、STS-79 及び STS-81 であった。アメリカ人宇宙飛行士はスペースシャトルを用いてミールまで往来し、ロシア人宇宙飛行士はソユーズで往来した。この一連のミッションでは実験機材を補給するとともに実験サンプルやデータを地球に持ち帰ることで、 アメリカ合衆国のミールでの実験を拡大した。STS-84 では、ミールとの間で3 3 1 8ラムの水と貨物が交換された。ドッキングしている間に、4 6 5キログラムの水、3 8 3 2ラムのアメリカ合衆国の科学機器、1 1 6 8 6ラムのロシアの貨物、1 7 8 1ラムの雑多な、 荷物がミールに移されたアトランティスに乗せて地球に持ち帰られたのは 407.1kg のアメリカ合衆国の科学材料 531.2kg のロシアの貨物 14kg の欧州宇宙機関の材料 170.7kg の雑多な荷物だった。 6度目のシャトルとミールのドッキングではアメリカ合衆国の宇宙飛行士がミール登場の4度目の引き継ぎを行いマイケル・フォールは1997年1月15日に STS-81 のミッションでミールを訪れていたジェリー・リネンジャーと交代したリネンジャーはミールで123日間を過ごし打ち上げから帰還までの間132日間宇宙に 滞在したことで、シャノン・ルシットに次ぐ、アメリカ人で2番目の宇宙滞在記録を樹立した。また、この滞在により、1996年3月22日のルシットの到着以来継続していた、アメリカ人の連続宇宙滞在が1年間を突破した。リネンジャーのミール滞在中のその他の出来事としては、アメリカ人とロシア人による初の船外活動がある。 1997年4月29日、リネンジャーは、ミール船長のワシリー・ツブリエフと共に5時間の船外活動を行い、ステーションの外側にモニターを取り付けた。オプチカルプロパティーズモニターは9ヶ月間ミールに設置され、望遠鏡用の鏡等の光学機器を用いて、宇宙環境の効果を研究することを可能とした。2月23日、11年目を迎えたステーションで、 火災が発生した。最小限の損傷で済んだが、キャビンの待機が浄化されるまでの約36時間の間、滞在者は防護マスクをつけなくてはならなかった。アトランティスは5月17日2時33分にアドリア海上空でミールにドッキングした。2機の間のハッチは5月17日午前4時25分に開いた。STS-84 の乗組員を見えるの。 船長はシリーチブリエフ、フライトエンジニアのアレクサンドル・ラズトキン、リネンジャーが迎え、その後短い打ち合わせを行った。リネンジャーとホールは、公式には14時15分に交代した。着陸するアトランティス・ミールとシャトルの間の物品の移動はスムーズに進み、予定よりも早く終了した。約249のアイテムが2つの宇宙船の間を移動し、 約4 5 0ラムの水がミールに運ばれた。合計では3 4 0 0ラムの水、実験サンプル、補給品、ハードウェアが運ばれた。フォーレは先端技術、地球観測及びリモートセンシング、基礎生物学、生活科学、宇宙ステーションのリスク軽減、微小重力科学の6つの分野で35の実験を行った。そのうち28は、 前のミッションから行われていたものを引き継いだものである。7つの新しい実験は、微小重力下での生物学や、結晶成長を研究するものであった。5月22日1時4分にドッキングが解除された。以前のドッキングとは異なり、ステーションの周りを大ビタが周回することはなく、大ビタは3度止まって、その間に、将来欧州宇宙機関の補給船が、 国際宇宙ステーションとランデブーするために設計されたセンサーを用いて集めたデータを送信した。このミッションで行われたその他の活動には、スペースハブのバイオラック施設を用いた研究、ドッキング中のミールの写真観測、環境大気のサンプリング、放射線のモニタリング等がある。ありがとうございます。